今日定例記者会見を始めます。それでは市長お願いします。はい、それではまず案件の前にですね、北東アジア交流ウィークとも言うべき1週間、この感想などについて、また最近の北東アジアの状況などについて、若干お話をいたします。これは8月23から24日露沿岸首長会議、そして日露ビジネスフォーラム、さらに8月26から27は、東アジア文化都市サミットが京都市で開かれ、また8月28から30日日中韓の地方政府会合、ウルサン市で開かれたと、そちらにも参加させていただき、まさに北東アジア交流ウィークの感を呈したということでございました。日露沿岸、あるいはビジネスフォーラムについては、今ロシア極東シベリアを中心に重工あるいは先行発、経済発展区域、特区ですね、これがロシア側から進められて、そのことによって非常に強い経済交流の意欲がロシア側から出されたという気がしております。一方日本側、経済界含めてということですが、依然としてロシアとの交流非常にやりにくいというようなイメージ、あるいはロシアとのロシアへ観光行く、このことについては治安面など心配がいっぱいあるんじゃないかというような雰囲気がまだまだ強いと、これらのイメージギャップとも言うべきもの、これを払拭していくことが必要だというふうに痛感をいたしました。また京都での東アジア文化都市サミット、こちらの方では新潟のパートナー都市であった青島、チョンジュ市との交流、これをさらに発展させていこうということを3都市で確認をできたと、また東アジア文化都市、来年は中国の代表都市がハルビン市に決まったということで、我々にとっては非常に東アジア文化都市のネットワークが使いやすくまたなってきているなということで、ありがたく思っております。また青島代表は人大の副主任と、日本で言えば副議長ということでしょうか、劉副主任でございましたが、青島の空港が2019年上半期に大幅拡張されると、それを踏まえて今新しい航空路の開設、これに青島としても大いに尽力したいということで、新潟とのこれまでの交流、それを踏まえて青島と航空路、三島航空の飛行機が新潟空港に来たこともあるわけですけれども、それをもう一度お互い勉強しようということを申し入れをいただき、大変ありがたい話なので、これにも対応していくと。また青島との付き合い、これは新潟市議会さんが先行してお付き合いをして始めてくれたということでもありますので、新潟市議会の皆様ともしっかりとスクラムを組んでやっていきたいというふうに思っております。そしてウルサンでの日中韓地方政府会合、こちらは私どもが国際交流の面で総務大臣表彰を受けた、あるいは創造都市さまざまな取り組みをやっているということで、日本側代表としてプレゼンをする機会をいただいたということでありました。こちらの方も互いに学び合う気持ち、これが非常に強いということを感じるいい機会になりました。東アジア文化都市サミットも含めて、国同士今非常に厳しい時だからこそ、地方都市同士の交流、文化交流、これが非常に重要だということで、方向性がみんな合致していると、これは大きな希望でもあるというふうに思っています。しかしこの期間、残念ながら北朝鮮、8月29日にミサイルを襟裳岬沖に発射したと、さらに今月3日には水爆とも言われる最大級の核実験を行ったということで、我々非核平和都市である新潟市として断じて容認できない、そういう行動を続けているということについて強い危機感を持っております。今日もウラジオストクで東方経済フォーラムが開かれ、その機会に日露日韓首脳会談も開かれると、また北朝鮮側の代表も東方経済フォーラムに出席しているということなんで、この会議あるいは会談の内容方向性、これを注視してまいりたいというふうに思っております。
これからも比較平和都市、あるいは韓日本海を平和の海にという立場で行動していた新潟市として、さらにありとあらゆる機会で比較平和の方向性について発信してまいりたいというふうに思っています。それでは今日の案件を申し上げます。カタシンポジウムを開催するということであります。これは平成25年度から毎年開催しているカタをテーマにしたシンポジウムと、今年度はカタと人との未来へのメッセージというタイトルで10月の14日土曜日でありますが、場所は北区文化会館にて開催をするということであります。基調講演などを通じまして、本市の宝であるカタをはじめとする豊かな自然環境について再認識し、人と自然の共生について考えを深める機会としていきたいと考えています。また水の駅ビュー福島型の開館20周年記念事業および水と土の芸術祭2018-2018のプレシンポジウムという位置づけでも開催いたします。第一部の基調講演、おなじみであります、お魚の豊富な知識と経験に裏打ちされたトーク、でご存知の通り、魚くんからお魚あるいは環境問題について楽しくお話をいただけるというふうに思っております。第2部の方では北区にあります福島型と十二型において自然を生かした学習や活動に取り組んでいらっしゃる子どもたち、あるいは頑張りたい岡型第一小学校の皆さんからそれぞれ発表いただくことにしております。必ずにあたっての入場料申し込みなど今日お付けしてある資料チラシの通りであります。ぜひ多くの皆様からご来場いただきたいというふうに思っています。案件は以上であります。資料を1件配布させていただきました。今月9月23日の秋分の日に北区福島型で第20回福島型自然文化祭が開催されます。福島型自然文化祭は福島型の自然文化をより多くの方に理解していただくのと同時に、地域の振興活性化につなげるために開催されておると、今年は20回目ということで記念すべき大会になります。当日はこれまでの感謝を込めまして、大団子巻き、あるいはメッセージ付きのハンカチで会場を彩る幸せの黄色いハンカチ、そして先日再入幕を果たしてくださいました北区出身の豊山関からも応援していただいている北区オリジナルちゃんこ鍋お披露目、これらが記念イベントとして開催されることになっております。その他にも過去最大となる1万5千本のろうそくアート、歓迎日、あるいは北区中学生有志による片総踊りなど福島型の自然文化を体感できるイベントが盛りだくさんということであります。また福島型自然文化祭、これは水と土の芸術祭2018の連携事業ということですので、こちらもぜひ多くの方からお越しをいただいて、新潟の原風景である方、これはまあ水と土の代表であります、この水と土の象徴ともある方を存分に堪能いただきたいというふうに思っております。私からは以上です。